どうも、ナリです。やあみんな、最近どう？サブ武器使ってる？ということで、今日はサブ武器のお話です。星3武器は絶対に売ってはいけません。もう売っちまったよ、あんなもんは。金に変えちまったぜ！ひゃっはー！という方も今後は売ってはいけません。まだ全然間に合います。俺はめっちゃ課金してるし、星5も貫突だ。星3なんてもういらないぜ、悟空。老化フーフー剣！はいー！という方も売らない方がいいです。それはなぜか、今日は詳しく解説していこうと思います。サブ武器というものをご存知でしょうか。同じ武器を5本使って貫突かつレベルマにした武器を2本目の武器として戦闘に持っていける仕様です。フィールド、戦闘中どちらでも持ち帰ることができます。戦闘中は行動が回ってきたキャラのみ持ち帰られます。いや、貫突なんてめちゃめちゃ厳しいでガスよ。足に許された贅沢、カクピー1日半かけらと言われるかと思います。確かに星5、星4を貫突するのはかなりの課金が必要です。しかし星3なら今は貫突できなくともいずれ貫突できるはずです。よーテリー、星3ごときサブ武器で持ってっても俺は止められねえぜと思いのモヒカンの方、それは非常に間違いです。ぶっちゃけ全武器売るべきではないです。今回は星3の全武器20種のサブ武器性能について精査して詳しく解説していきます。通常技以外にも必殺を打つ時だけ持ち帰るという使い方も効果的です。全ての星3武器で有用な使い方を見出しました。めちゃくちゃ重要です。有用な特技や呪文がついているものがたくさんあります。高難度で非常に活躍する攻撃下げの呪文ヘナトスは星4星5にはついておらず、現状星3の魔導士の杖と毒ガノナイフにしかついていません。高難度のサブ武器として持っていくとメイン武器で火力を出しながらサポートも入れるという最強ムーブができるようになります。魔導士の杖は加えてメラミやギラの呪文も使えます。毒ガノナイフは必殺のポイズンラッシュやポイズンファングで毒を入れられます。ポイズンラッシュは毒判定が多いので初ターンに毒を入れやすいです。続いて星3のモーモンスティック、マジカルスティックはベホイミがついています。高難度の戦闘でもランクマのフィールドでも大活躍できます。ベホイミのない星5ファンタスティックのサブ武器やMP の多い魔法使いのサブ武器にするとめちゃめちゃ有用です。さらにモーモンスティックはチャームダンスという魅了技があるので調節がうまくいき、運が良ければ魅了でホメロスのマダンテキャンセルもできるようです。またホラーダンスという必殺技は敵1パーティーのテンションを2段階下げます。今後必殺最強環境になった場合は先手で打つと相手に必殺を打たれないので強いかもしれません。ただ今の環境なら先手で火力技を打った方が強い気がします。今後5章のマスカルのような必殺が強い人間パーティーが相手のストーリーが追加された場合必須武器になるかもしれません。マジカルスティックは毒解除のキアリーや乱戦で敵6人全体に当たるイオがついています。ザコモンスター狩りに使えないこともないですね。続いてヘナトスの代わりにギリならなくもない性能の鋼の斧、個人的にこれは高難度のサブ武器としてはめちゃめちゃ強いと思ってます。植物系に 140% の大木山、ジバリア属性 125% の岩石割り、これで今後の高難度の弱点をつけます。加えて兜割り 125% で切りながら守備下げ1段階のデバフを入れられます。2段階下げのルカには魔法使い限定なので魔法使いを入れない物理パーティーだと非常に有効ですね。続いて高難度で有用な例を挙げるなら鉄の槍、 MP7 の排水の構えで物理を無効化しゴーレムなどの物理モンスターを貫通することもできます。回し蹴りグループ 65% で一応雑魚狩りもできそうですね。この武器に関しては特殊な攻略ができそうなのでとつらずに3本は常に取っておくのもいいかもしれません。僕はそうします。時点で 50% の確率で物理を防ぐ水流の構えがある行者のコン、同様の運用をするなら鉄の槍の方が優秀ですね。しかしボーンファイターなどのゾンビ系に 150% 特攻の読み送り、敵1パーティー 110% の薙ぎ払い、消費 MP は高いですが星5ドラゴンキラーの分回し 80% や星5魔獣の爪の真空波 80% よりも倍率は高いです。必殺の連続足払いで休みもばらまけます。輝く瞬間はあると思います。そして物理ダメージ半減と半分のダメージの反撃がつく刃の防御の鋼の剣、ダメージを半減するのにそれをさらに半減して相手に返すので絶妙に火力としては低いです。しかし守り固めとしては優秀です。またそれ以外の部分が有用です。火炎斬り MP10 のメラ属性 125%、 メラ超弱点相手の高難度にはそこそこコスパのいい攻撃手段になります。リカントはメラ弱点なので一応適性があります。
続いてサミダレ斬りの無属性斬撃無差別4回メタル狩り用にサブ武器として持たせるのもよし、ザコモン狩りにも使えます。続いて休み付与の武器です。山賊の斧のタックル、セレモニーロットの足払い、どちらも無属性耐技 120% MP11 の確率休み付与。戦士の職業技体当たり MP9 の 110% よりも倍率が 10% 高いです。ホメロスを例にするなら耐性があっても休みがそこそこ入るようですね。サブで持っていけると楽になると思います。さらに山賊の斧の必殺技鉄鉱山貝は斬撃 175% かつ確率で守備を2段階下げることができます。高難度では状況を見てメインの必殺を打つか鉄鉱山貝を打つか判断しても良いと思います。セレモニーロットは癒しのそよ風による戦闘中の全体回復があります。ミラクルムーンはイオ属性の5連続攻撃ですが、メタル系にはイオの超耐性があるのでダメージは当たりません。注意が必要です。続いて状態異常武器、さばきの杖はメダパニの混乱、茨のムチはマヌーサの幻惑と縛り打ちの麻痺、鋼のムチは螺旋打ちの混乱、スパークショットの幻惑。星3武器の状態異常は非常に優秀です。今後混乱や幻惑が入る高難度も来ると思いますので、ぜひ取っておいて、いずれ貫突したらサブ武器運用がおすすめです。さばきの杖はルカナンで敵全体の守備力を下げられます。高難度にはルカニを持っていった方が有用ですが、ランクまでは先手ルカナンプラス戦士武闘家の高火力攻撃などで格上を仕留められるロマン砲を撃てるかもしれません。ルカナンが入ればですが、多分ルカニパウダー拾って使う方がいいです。茨の鞭は消費 MP16 の 110% グループ技愛の鞭を使えます。紺の薙ぎ払いよりは MP 効率がいいです。ただ火力を出したいなら他武器の方がいいです。鋼の鞭は必殺の螺旋打ち回でも混乱を入れることができます。単体技なので注意が必要です。やはり火力を出したいなら他武器の方がいいです。しかし鞭は通常攻撃がグループ対象で MP 消費もないのでザコモン狩りには向いています。鞭に続きブーメランです。通常攻撃が全体対象です。乱戦時にも敵全体6人に当たります。鞭と同様の理由でサブ武器に向いています。鋼のブーメランは MP8 の 120% バギ属性かまいたちがあります。ゴーレム極級などにぶっ刺さっていると思います。前回星5武器なしゴーレム極級攻略という動画を上げたんですが、星4プラチナクロウをこれに変えても代用できるかもしれません。さらに鋼のブーメランには星5サザンクロスについていないグループ対象パワフルスロー 125% という倍率がおかしい技があります。ブーメランの火力がそもそも低く MP20 でなかなか使いづらいのですが、今後僧侶と魔法使いの50レベルパッシブ MP プラス15を2つ取ってからだとかなり化けるかもしれません。僕が今一番貫突したい武器です。ちなみにパワフルスローは星4の風のブーメランにもついています。貫突したら最強かもしれません。鋼のブーメラン、刃のブーメランどちらも消費 MP18 のグループ技スライムブローがあります。無属性打撃 110% です。スライム系には 130%、 しかしこれは通常攻撃で十分な性能だと思います。必殺はどちらも強力です。刃のブーメランはグループ対象 130% プラス単体 50%、 鋼のブーメランは敵1パーティーに 140%、 スライム系なら 160% です。続いて爪です。鋼の爪は必殺と初期技がバギ属性なので、前回出した星5武器なしゴーレム極級攻略の星4プラチナクロウをこれに変えても代用できます。こっちで取ればよかった。そして特筆すべきは捨て身です。攻撃2段階上げ、守備2段階下げ MP6、 これ不意打ちして素早さが高い盗賊で使えば2回行動で全敵全滅するんじゃないでしょうか。ボスが魔法しか撃ってこない高難度が実装されたらノーデメリットなので最も有用なサブ特技になるかもしれません。必殺の真空破壊もグループ 140% なので制圧能力は高いです。続いてキャットクロー、星5魔獣の爪と同じく単体4回攻撃のネイルスクラッチを持っています。メタル狩りに非常に有効です。デイリーメタルは配布星5武器神聖の剣のサミダレ斬り等の4回攻撃武器を3人で持っていくと不意打ちで基本クリアできます。大会のメタスラ狩る用のサブ武器としても非常に優れています。回し蹴りグループ 65% で一応雑魚狩りもできます。続いてメタル狩り用の武器です。バトルフォーク MP14 の一閃突き、 30% の確率で会心の一撃が出ます。現状のメタル狩りをするなら4回攻撃3積みが理想です。しかし
今後メタルキング以上のデイリーメタルが実装された場合、非常にコスパのいいメタル狩り武器になるのではないでしょうか。加えて消費 MP7 の獣好き、獣系に対して 180% 斬撃、獣系には非常に MP 効率がいいです。リカント等の獣系高難度極級に持っていくのがいいです。続いて銀のレイピア、ジェネリックドラゴンキラーです。グループ 80% の分回しでの雑魚狩り、単体 115%、 ドラゴン系に 135% のドラゴン斬り、局所的ですが電電流狩りの際に有用です。しかし可能であるならば鋼の斧守備下げ 125% の兜割りや、毒ガのナイフ確率猛毒 125% のポイズンファング、茨の鞭確率麻痺 115% の縛り打ち等の方が電電流狩りには強いです。分回しもブーメランの全体の方が有益と言えます。唯一星3の中に上位互換がある武器なので優先度は低めです。万が一今後状態異常や守備下げが効かないドラゴン系が来た場合は輰くかもしれません。ラスト20本目、聖なるナイフ。実はゴーレム以外の常設高難度全てに適性があります。職業技でポイズンダガーとポイズンハントを持っている盗賊に装備させましょう。必殺のヒールラッシュはイオ属性 70% 斬撃 ×3 がイオ弱点のボーンファイターに刺さっています。盗賊ならポイズンダガーで毒を入れてポイズンハントからの必殺でダメージを稼げます。さらにフロストハント、これは毒眠りの時に 120% が出るヒャド属性の技です。毒が入ればヒャド弱点のリカント、ヒャド超弱点の電電流、どちらにも刺さっています。アースエッジは MP9 の貴重なジバリア属性 125% 斬撃です。今は微妙ですが今後の高難度で輝くかもしれません。以上です。皆さんも現状のパーティーに必要な星3武器を精査してぜひ売らずに取っておいてみてください。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。参考になれば高評価チャンネル登録をいただけると非常に嬉しいです。チャンピオンズの動画はこれからもたくさん出していく予定なので、チャンピオンズユーザーの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はこの動画が出た後朝8時から生放送する予定なのですがずれ込むかもしれません。よかったら見に来てください。またね、バイバイ。